では、実際ヘビボールが盗まれているのかな。これから盗むんだろうが、盗まれるどころかむしろ逆、ヘビボールが増えてるんだよ。増えてる同じ反応しちゃったけど、増えてる。とにかく盗まれてない以上、黒幕の動機がヘビボールとは思えんな。旅館のヘビボールを自分のものにするため黒幕が使った手段は、壁に固定すんのも黒幕がやったのか。壁に埋め込んであんの、あれレプリカってことないよな。あ、でも共鳴してあるって言ったもんな、ヘビ探偵が地下に行った時。ヘビボール同士が共鳴しているってメッセージが出た以上、レプリカじゃないはず。壁に固定するのも黒幕がやったのか。そうだって、保管されてるヘビボールを盗まなくても壁に固定しておけばさらなる転売は防げるよ。それに紛失したわけでもないから盗難届を出される心配もないわね。で、最後に旅館ごと手に入れれば済むと。ではヘビボール持ちのヘビがボールを旅館に売らなかったらどうする。ああ、今回まさにそれだよな。ヘビ探偵は最後まで売らなかったわけだし、今回のヘビ探偵のようにな、売られなかった場合の保険が遺体の検視でヘビボールを摘出する手段なんだよ。その手段が有効なのは、ヘビボールを持つ出足のヘビがたまたま殺されればの話だろう。確かに納得してしまった。うん、今回のように殺されたのがボンシュのヘビだけなら、どれだけ検視してもボールは出てこないさ。うん、確かにレア種のヘビは殺されてないな。いや、そもそもなんでここにヘビボールあるって分かってたんだ。この旅館の中にヘビボールがあること自体はなんか分かってそうだったもんね、最初から。旅館の中っていうか、この中の誰かが持ってる。レア種のヘビからヘビボールを奪うために黒幕が取った手段は、自分で殺害したわけじゃないもんな。レアヘビを5人逮捕する作戦。あ、5人逮捕して、持ち物検査みたいなことをすれば、そういうことか。それが目的だったのかな、5人逮捕する作戦。そうだよ、冤罪でも何でもいいから、捕まえさえすれば所持品検査でヘビボールを探し出せるよ。それが目的だったんだ。実際ヘビ探偵も逮捕されかけたもんな、おかみさんの事件では。その電磁ドリルを売却してたっていう話とかね。その証拠でもあるのか。証拠がないならそっちこそが冤罪だぞ。くそ、手強いな、無能の刑事よりは。最初のヘビ殺害事件で5人逮捕されたのは大型市ですね。大型市にまず容疑がかかったんだ、真っ先に。うん、そうだったよ、5人逮捕されるところだったよ。まあでも一応辻褄は合ってたけどね、攻撃力とかので。シェフ殺害事件で5人逮捕されそうになったのはポイズン。そうだよ、このメンツの中ではレア種のヘビを、ああまあ言われてみりゃそうだね。ああ、ちゃんとそれ意味あったんだ。ああ、なんかすごい繋がってくるとゾクッとすんな。大型種やポイズンスネークを狙って冤罪をかけようとしてたのは意味があったんだな。ヘビボールを持ってそうなヘビを狙って5人逮捕するつもりだったんだよ。あの時点では容疑が濃厚だったまでだ。攻撃力や毒 などの証拠もあっただろう。まあね、わざわざ体内まで検査しようとしてたよ。あれはヘビボールを探す目的だったんだよ。あ、ポイズンスネークか、これ。うん、毒殺事件だったから体内の毒を調べる必要があったまでだ。うーん、黒幕の目的がヘビボールなのは間違いないよ。ヘビボール入手方法は3通り。ヘビの死骸、5人逮捕からの取り調べ、そして相場7775ドルでの売却を催促する作戦。この三重の、なんだろう、罠というか、うん、この3通りの入手プランで確実にヘビボールを奪取する作戦だったんだよ。まあ今のところどれもうまくいってないけど、うん、悪い顔してますね。その確実な3通りの入手経路を全てかいくぐったヘビ探偵。ヘビ探偵って本当に優秀なんだな。そう考えると。ヘビ探偵のモノローグとか一切ないからね、気持ちがわからないですけど、ある意味一番のレア種だったようだな。犯行を認めたってことね。逆だよ。あ、そろそろ本気で反論するかね。来るよ、要注意だよ。こっから難しくなるのかな。探偵君、君の推理は欠陥だらけなんだよ。ヘビボール入手が目的でわざわざ金の扉で監禁したという推理だが、旅館の客誰もヘビボールを持っていなかった。どうす、いや、それはずっと引っかかってた、正直。
その可能性もあるはずなのに、なんかヘビボールを誰かが持ってる前提で行動してるようだったんだよね。てかそんなことドクターも言ってたよな。なんかその ATM 修理でヘビボール欲しがってる時にさ、この中の誰かが持ってる気がするのだがねみたいな。あれは持ってるって分かってないと出てこないセリフだよな。無駄でもまあもういいところだ。閉じ込められたからには黒幕側がヘビボールの有無を知ってたはずだよ。そうだよね、こんな大掛かりな仕掛けをしているんだから。ヘビボールを探知できそうなのは警察犬しかないですね。一回も出てきてない用語が2つあるけどヘビレーダーだのスカウターだの警察犬だよな。そうだよ、警察犬が凶悪犯を探し当てたとか言ってたけど、ヘビボールを探し当ててこの旅館に来たって線が考えられるよ。そうだな。やれやれ、それでは前回の証言と矛盾しているではないか。ん？我々がヘビボールの持ち主が分からずに。あー、それもそうですね。やばい、反論に納得しちゃうな。大型市が毒蛇を狙ってたという証言だったろ、まあ、旅館にあるっていう大まかなことだけは分かるけど、そんな細かくは探知できないんだな。あー、じゃあ警察犬じゃないのかな。警察犬にヘビボール探知能力があるならすぐにヘビ探偵だけを狙い撃ちすればいい。ヘビ探偵だって毎回そこそこまあそれもそうだな、毎回そこそこ狙われてたけどね。まず我々がこの旅館に緊急派遣されたのも、ああなんかさっきの証拠品にそれあったもんな。捜査令状、捜査令状はちゃんと国が作ったものだから偽造とかじゃないみたいなことなんだよね、多分。捜査令状に基づいてのもの、つまりは国からの要請だ。そして捜査令状の任務内容もヘビボールなどではなく凶悪犯の逮捕を目的としたものだ。まさか国家ぐるみでの犯行とでも言う気かな。それは正直考えづらいので、これをどう反論すればいいんだろう。黒幕の思惑通りに捜査令状が出されている件、国家ぐるみの犯行なのか。ここで攻めに転じるのは危険も、これ答え言ってるようなもんだろここで攻めに転じるのは危険、攻めないでおこうかな。今はまだわからない。あ、でもなんかミスリードシステムっていうのが発動したのかな。なんかあえて違う方行ったら、それはまだかな。それが出てくるのは随分逃げ越したやないか。さっきまでの探偵ぶりはどこへやら。いつものヘビ探偵と違って苦戦してるな。対戦相手はいつもと同じよ。ああ、でもそっか、そうだね、無敗の刑事という無能人形を返してるかどうかだけでいつもこいつを倒してきてたはずだもんな。ピンボケフィルターを挟まないだけの差に過ぎないわ。とにかく情報が足りないってことはまだ解決してない事件が残ってんだよ。あ、ハンター殺害事件。そして全ての事件が解決した時に足りないピースが埋まるはずだよ。優秀だなこいつ。ハンター殺害事件がまだよく分かってない。そうだ、殺害方法が分からないっていう話だったけど、そのねえ、ヘビの死体に電磁ドリルを装備して、そのヘビを人間が装備すれば人間でも電磁ドリルを使えるっていうのは、前回おかみさん殺害事件の後刑事が証明したんだよな。その方法で従業員倒したんだもんな。ハンター殺害事件なら解決済みではないか。そこのヘビ大型種の犯行だとな。その事件は誤認逮捕のままだよ。決着をつける時だよ。そうだな、今なら証明できるな、人間でも電磁ドリル使えるって。どうやら過去にボロ負けした事件を自ら引っ張り出してくるとはヤブヘビの極みよ。ヘビごときの推理では人間様には勝てない現実を思い知るがいいさ。結局無敗の刑事っぽいこと言ってんな。あ、やっとか。次のハンター殺害事件リベンジ戦に備え行動を選択してね。ちょっと一回セーブしようかな。結構長かったもんなここまで。まあでもこのまま進めようかな。あ、はいはい、ハンター殺害事件のおさらいから入ります。うわ、なんかこっから本格的になりそうだな。とにかく極限まで意義を我慢する。え、何その助言。極限まで意義を我慢することが重要です。まあ本当に意義があるって、ビジョンが見えてる時以外は安易に意義唱えるなってことか。安易な意義ありは禁物ってことで、ね、被害者は7号室の客ハンター。遺体鑑識結果から死因は感電死、そして一撃で殺されている。ここには意義ないですね。
書いてある通りだもんね、データに。ハンターの部屋は鉄格子で隔離されていた。そして殺害直前には停電が起こる。そうだったね。停電が起こった後見に行ったらハンターが倒れてたんだ。なし。ハンターの最大ヒットポイントは15。寝ることでヒットポイントが全開することから殺害前のハンターのヒットポイントは15だった。これもまあ意義はないかな。実は眠れてなかったんじゃないかみたいな説がね、この事件当初はあったりしたけど、なし。発見された凶器は超電磁ドリル。攻撃力プラス9で電気属性ヘビ専用装備。ヘビ探偵が7号室ゴミ箱より発見。意義なし、間違いない。容疑をかけられたのは8号室のヘビ大型。でもなんかこれ怖いな。どこで意義ありすればいいのかって、すごいなんかそわそわしちゃう。よく作られてるな。電磁ドリルの9と合わせて15に届くのは、うん、ヘビ大型種のみだった。まあそれが理由でそもそも疑われてたんだから、ここも意義はないですね。で、7号室 8号室の壁には穴が開いていた。8号室ヘビ大型種は感電していたと証言。これも意義はないです。事件、殺害の全貌はまず容疑者の大型種が電磁ドリルで壁の電線を貫き停電させる。大型種じゃないと思うけど、一応そういう流れでしたね、当時の推理は。警察側の被害者のハンターは明かりを求め移動。しかしその明かりの正体は凶器の電磁ドリル。ハンターはそのまま超電磁ドリルに貫かれ死亡したわけだ。ここはもう意義あるでしょ。ここでなしって言ったらもうね、大型種の犯行だと認めることになるから、ここはもう間違いなく意義ありなんですけど、でもこれな、なんだこれ、何の証拠を出せばいいのか分かんないぞ。待ちに待った意義だよ、反撃開始だよ。大型種の犯行でないならまずは犯人像から聞こうか。人間です。ヘビがやったんだとしたら、ドクターの言う通り大型種の犯行ってことになっちゃうから、人間でも使えたっていうことをまずは証明しなきゃいけない。電磁ドリルをね。人間が犯人だとしたら電磁ドリルが装備できないのだが、これあん時推理したことをそのまま言えばいいんだよな。当時は証拠不十分だったけど、凶器自体は超電磁ドリル。はあ、やめて、それまた出た、びっくりした。ちょっとこれ本当にびっくりするから。え、これもミスリードなの？嘘だろ。なんか様子がおかしいよ。続けるんだな、邪魔に付き合おうではないか。だけど超で、電磁ドリルが凶器だとすると人間には尻尾がないから装備できないよ。この流れは前あった。尻尾に装着。尻尾に装着？人間のどこにドリルを装着できる尻尾があるというのだ。これは蛇の尻尾です。自分で犯人像は人間だと証言したはずだ。なぜ蛇の尻尾が出てくる？これほぼ同じだな、前にやったやりとりと。ドリルを装着したのは蛇。凶器を装備したのが蛇なら結局蛇の犯行ではないか。その蛇を人間が装備。前ここまでは話したんだ。蛇探偵が言いたいのは、そう、無敗の刑事がやってくれたんだよ。あの時無敗の刑事の手口と同じなんだよ。刑事がミミズを装備したように、ドリルを装備した蛇自体をさらに人間が装備したってことなんだよ。では蛇、でもこれすらもミスリードなのかな。これは何を信じればいいのかわからなくなるな。蛇をドリル凶器として装備したとしよう。しかし7号室には鉄格子が設置されていた。つまり現場は密室ではないか。壁の穴からってのは考えにくいかな。それができたのは隣の部屋にいた大型種のみってことになっちゃうもんね。やっぱり鉄格子か。いや、まあ鍵開けたのかな。警察が設置した鉄格子なんだから解錠することはできるはずだよね。え、これ間違ってねえかな。ヒントとかないもんな。思い出すとかの選択肢が減ってきたね。ノーヒントで行こう。いけた。そうだよ、犯人がブラックドクターとして考えるなら。そうだよね、この話はおかみさんの時あったもんね。警察側は解錠できるって。で、密室を作り上げたわけでしょ、ヘビ大型種の犯行に見せかけるために。普通に鍵を開けてハンターを殺害することができるよ。では最後にしよう。今回の殺人に必要な攻撃力は15。人間が犯人であればこの15は出せない数値だ。それをどう説明する？ヘビの攻撃力が加算されたに決まってますよ。
ドリルを装備したヘビを装備してどちらの攻撃力も上乗せされるなどという都合のいい話はない。君の理論では二人三脚が個人走者より速いと言ってるようなものだからな。これどうやって証明すりゃいいんだろう。あの人を検視すりゃいいんじゃないの。あの従業員の女性、刑事にやられた。あ、戻った。これ乗せられてたの。ここまで推理が繋がってたようで乗せられただけだったみたいだよ。完全なミスリードよ。このミスリード技術でバカな刑事を誘導してたのよ。まあ面白い推理劇だったが、土台から間違えているのだから救いようがない。ん？土台？ん？従業員。割と周りのヘビも優秀だよね。従業員とかもよく気づいてる描写あんだよな。土台といえば、土台といえば地下。しかないよな、繋がるのは。地下の地盤が、ね、緩んでて沈下してたっていう話？ハンター感電死事件に関わっていそうな地下の部屋といえば、あ、制御室。あの停電も意図して起こされたんじゃないかなっていう話があるけど、あ、そんな話はなかったか。今俺が初めて言ったけど。そう、今俺が初めて言ったけど、あの停電もね、制御室でなんかやったんじゃないかって思ってんだけど違うかな。電気制御室？そういえば事件現場宿泊部屋、あ、宿泊部屋の真下なんだあれ。電気制御室って。それちょっと重要な設定だな。この女性客が言ってた壺の話とかもなんか関わってこない？宿泊部屋の壺がどうとか言ってたもんな。その記録によると数字の書かれた装置がいつもいくつもあるけど、数字通り電流を攻撃、その攻撃力換算って何なんだよ。攻撃力換算で1から9まで調整できる装置だよ。確か攻撃力10、あ、ちょっと待って、そっか、このなんだろう、制御装置の数字はそれぞれの部屋に対応してるんだ、客室ので。7番、なんだろうな、ハンターが殺害された7号室の電力はこの7番の制御装置とつながってる。ここでなんか電力の出力をどうにかして、ちょ、俺も何言ってるかちょっとふわっとしてるけど、なんか関わってるな、この電力は。攻撃力10以上は違法だから最大でも9までしか制御できないように設計されてるのよね。攻撃力9の電気を制御できるなら電磁ドリルと同じ攻撃力9だよ。この電気装置がハンターを殺した凶器に違いないよ。ハンターを一撃で殺すのに必要な攻撃力は9ではない、15なのだが、だから電磁ドリルの攻撃力となんかプラスして、なんかどうにかできないもんかね。だから装備することで攻撃力を15まで届かせたんだよ。形のない電流をどうやって装備する。仮に装備できたとしてプラス9が最大なら、そうですよね、15に届くのはヘビ大型種のみだ。15に届かせるために真犯人が使用した方法は、2発撃ち込んだは違いますね。検視結果に一撃死って書いてあるから、装置本体を鈍器として装備した。まあこれももちろん無理がある。これしかないな、電力エネルギーを融合させた。ヘビボール同士が共鳴してエネルギーが融合するみたいな。違うか、俺がさっき言ったの違ったか。そのこの制御盤の数字がそれぞれの部屋に繋がってるとかそういうことじゃなくて、そっかそっか、7と8の装置にヘビボールが埋め込まれてるってのは共鳴させてたんだな。この2つのエビボール美味しそうになっちゃったけど、エビボールだと美味しそうなんですけど、ヘビボール2つを共鳴させて7と8の電力を融合させて15にしたってことだ。違うかな、電力エネルギーを融合させた、何を根拠に言っている。ここでヘビボールですよ。電力エネルギーを融合させたアイテム、これに違いない。ヘビボール？そうだよ、ヘビボールは1個だけじゃ役に立たないけど、複数個集めればボール同士が共鳴してエネルギーを集める働きがあるんだよ。このエネルギーを集める性質を電力の融合に利用したんだよ。その電力融合ってシステムが全くわからないな。以前の装備システムの応用版だよ。
もなんかわかりやすい図出てきた。電気エネルギーが電気エネルギーを装備する原理で攻撃力10を超えることができる仕様だよ。電気エネルギーの融合だろうと、ん？攻撃力10を超えたのならばそれは重度の危険物と同じだ。重度の危険物ならうちの探知犬がすぐに反応するはずだ。え？そういえば深夜の事件前に犬の鳴き声を聞いたような、あ、そんな設定あったっけ？今初めて聞いたような気がするけど、犬の声が聞こえるのは当たり前ではないか。自身で犬を連れているのだからな。飼ってるワンちゃんよ。ああ、そういえばこの女性客もなんか小型犬飼ってたね。飼ってるワンちゃんよりもっと大型犬の鳴き声よ。普段寝ている深夜帯の事件だ。どうせ大型犬がわめいてる夢でも見たのだろう。まあ証拠はないね、仮に聞いたとしても。うん、思い返せばその時間帯犬の鳴き声を聞いたような。ああ、でもただの証言でもみんなが言い出したらそれは結構違うぞ。でもそうなるか。とにかく寝ぼけた時間帯に聞いた証言など当てにならん。証拠を出すなら数字で示してもらわないとな。数字ね。数字といえば、あ、7と8でしょ。電気制御室の写真データに気になる数字があるよ。7と8をプラスしたら15になる。で、そのちょうどその2つにヘビボールが設置されてるんだから、7と8の制御装置だけヘビボールが固定されてるよ。電力7と8を融合させじゃあこの手書き感は何なんだよ。もうちょっとなんかできたでしょ電力7と8を融合させて攻撃力15を作れば全開のハンターでも一撃で仕留められる威力になるよ。でも問題はこの威力15をどうやってねハンターにぶつけたのかっていう話だけど、その証明できるかな。今よくわからないけど、ヘビボールの、そうだね、なんかこの装置の左上のここにもヘビボールあったもんね。なるほど、ここに集約したんだエネルギーを。ヘビボールの二人三脚が個人装置はぶち抜いたってことだね。では電力を融合させたとして、それですよ、その電力をどうやってハンターにぶつけるのか。自然界でも落雷の位置はランダムだろう。できることといえば天に祈ることのみ。もっとも殺人の願いが天に届けばの話だが、融合先の鉄柱に固定されてるヘビボールが、あ、そうなのか、ちょうどハンターのベッド付近だよ。さすが従業員、この鉄柱で寝てるハンターをピンポイントで狙ったんだよ。鉄は電気を優先的に流すからね。電気が鉄に優先的に流れるなら逆に無理な話だ。え、なんで？あ、事件当時のハンターは逮捕されていた状態。なんか鉄格子に触らせたとか？つまり鉄格、逮捕されてた状態、つまり鉄格子で監禁されていたんだよ。地下から電気エネルギーを放出させても鉄格子優先で流れてしまうだろう。なんか鉄格子を触らせたんじゃないのかな、じゃあ。あ、いや、違うか？電磁ドリルか、ここで。ハンターが金属製の所持品でも持ってればな。ハンターといえば、あ、包丁か！ハンターといえば包丁を持ってたよ。やれやれ、ハンターは逮捕されていたと言ったばかりだろ。当然、供養機の包丁も没収済みだ。いや、でも、あの部屋のゴミ箱から見つかったんでしょ？電磁ドリルは。電磁ドリルの方はどうなんだ？もう包丁も没収済みだ。ムカデになってフォークを渡さなかっただろ？逮捕されてたって言葉が何か引っかかるような。手錠か？確かに手錠もされてなかったっけな。鉄格子だけじゃなくて、事件当時のハンターが所持していた金属製のものといえば、まあ鋼の石でしょうね。それほど鋼の石持ってなかったよいや、ダメージ受けちゃったけど、たまにはこういうの選びたくなっちゃうから。面白いからさ、反応が。まあ手錠ですよね。そうだよ、手錠だよ。逮捕されてたハンターは手錠をかけられてたよ。あの手錠は電気エネルギーを命中させるための飛来芯代わりだったんだよ。そうだよな、手錠をはめたのも当然警察側だもんな。逮捕された犯人に手錠をはめるなど警察として当たり前のことだろう。でも鉄格子でね、隔離してんだから、その上手錠なんてはめる必要本来なかったんだよ。あ、言ってくれてる、ヘビ客。鉄格子で隔離したなら手錠までする必要ないよ。鉄格子だけでは足りんのだよ。7号室と8号室の間、壁には穴が開いていた。8号室のヘビを守るためには手錠も必要だろ。その穴はヘビ探偵が指摘して初めて気づいたんじゃなかったっけ？何が8号室のヘビを守るだよ。2回も。
それもそうですね。2回も罪を着せたくせに。守られるどころか感電までさすらってるしね。あ、そういえば蛇脚感電してたな。そう、その感電こそ君の犯行を示しているではないか。いや、逆転の発想では、この感電がなんか取っかかりになんじゃないかな。うん、君が電磁ドリルでハンターを殺害した衝撃で感電した証拠なのだよ。あー、珍しくヒントがあるけど、思い出す。ヒントなしで一回やってみたいな、ワンミスまでは。ちょ待って、証拠品見てみないとわかんないな。意義あり。そうだったわ、ミミズ感電子の件でもあんたが自分で証言してたじゃない。電気属性の武器は装着した本人には電気が流れないってね。くっ、だったら、お、珍しく困ってる感じだけど、これミスリードじゃないよな。だったらヘビ大型種が感電していた理由説明してもらおうじゃないか。証拠を突きつけるわけじゃないか、ないのか。選択肢から選ぶのか。ヘビ大型種の本当の感電原因、根底から考えると8号室だったから、まあ消去法でそれしかないよな。電磁ドリルは使ってないし、体がでかいからっていうのもそれだけじゃないでしょう。8号室だって、まあねえ、推理通りだったら地下の電力制御室から上のハンターの部屋に向かって電力を飛ばしたわけでしょ、流したわけでしょ。まあ隣の部屋の8号室にも多少電流が流れてたっておかしくないよね、じゃないの。8号室だったから。そうだよ、電力発生源は7号室だけじゃないよ。8号室地下も電力発生源の一つだよ。うん、そっちにも流れてたっておかしくないよな。直接電気が流された7号室ほどじゃないけど、8号室にも感電する程度の衝撃が発生してたわけだね。あくまで地下の電気制御室が凶器ってわけだな。だが証拠がない。電気制御室が使用された証拠がな。使用された証拠か。電気制御室の電力融合により起こった現象。停電でしょ。これに違いない。火災はもっと前の日とかだもんな。停電だ。うん、そうだよ、停電だよ。どういう切り抜き方してんだよ。何この切り抜き方。法定攻撃力をはるかに超える電力が発生したことでブレーカーが落ちたんだよ。つまりあの停電は電力融合が発生した証拠になるよ。うん、従業員が言うんだから。いいや、あの停電は大型種が壁越し攻撃で電線をショートさせたのが原因だ。だからその電磁ドリルはダミーなんだよ。電力制御室などと反則すれすれのクソトリックをクソトリックを二重のミスリードでごまかすためにね。超電磁ドリルは関係ないとは言っても現場のゴミ箱に入っていたのは事実だろう。だけど電気装置が使用された証拠がある以上、凶器は電気装置で決まりだよ。うわ、難しい。こっからなんか決定的な証拠どう突きつけるんだ。それなら逆に電磁ドリルが使用されてない証拠も提示してもらおうか。使用されてない証拠、いや、あることよりないことの方が証明しづらいんだよ。分かってんだろ、そんぐらい警察なんだから。ずるいぞ。使用された証拠なんともかく使用されてない証拠なんて、これどっちだ。なんか安易に提示できるとか言わない方が良かったりせん？思い出すやろうかな。一回ミスるまではね、ノーヒントで行きたいって言ってたけど、単なるミスじゃなくてミスリードに持ってかれる可能性があるからな。へー、撤回していいですか。自分の言ったこと撤回してもいいですか。ちょっとヒント聞きたい。こここの電磁ドリル時間が経ってるというのに熱がすごいよ。あ、使われたというのなら熱があったはず。でもハンター殺人事件当初の電磁ドリルには熱なんてなかった。提示できます。いや、どうだろう、どうだろう。証拠を提示できるの。超電磁ドリルが使用されてない証拠だと、君がゴミ箱から拾った張本人だろう。だからわかるんですよ。超電磁ドリルなんて拾った覚えはない。まあもうこれですよね。どう見ても拾ったこと自体が証拠されてない証拠。熱くなかったもん。そうか、電磁ドリルが使用されていたなら相当な熱を帯びてるはずだよ。
ヘビ探偵がゴミ箱からドリルを拾い上げることができたのは熱を帯びていなかったから。つまり電磁ドリルが使われてない証拠になるよ。時間が経ってるのだから、うん、それはちょっとまあよぎりましたけど、普通に熱が冷めただけだろ。前回ミミズが装着してたドリルは、あれも時間空いてたんだっけ。結構、まあ時間空いてるどころか、そうだよな、天井に埋まってたんだもんな。それでも熱が残ってたんだから、そうだね、結構な時間熱は残るんだね。つまり電磁ドリルはダミーだよ。電気制御室の犯行をごまかすためのね。電磁ドリルがダミーにしろ、ゴミ箱に入っていたことは事実だろう。事件現場は鉄格子で密室。どうや、くっそ論点すり替えやがったこいつ。熱の有無のことに反論できてないくせに煙に巻きやがったな。事件現場は鉄格子で密室。どうやって電磁ドリルをゴミ箱に放り込むのだ。放り込むっていうか、最初から入れてたとかじゃないの。違うのかな、放り込んだのか。でも選択肢3つとも放り込んでるもんな。あるとしたら、まあ普通に鉄格子開けたんじゃないの。開けられんでしょ、鉄格子。鉄格子を開ける。そういえば鉄格子を開けて最初に現場入りしたのは、まあ警察だよね。ヘビ探偵なわけないよな。そうだ、鉄格子を設置した張本人は鍵を持ってるから、警察が先に現場入りしたのは確実だよ。その時にしれっとゴミ箱に入れといたのか。つまりダミーの電磁ドリルをゴミ箱に放り込めるよ。さ、事件現場に警察が先に入るのは当たり前だろ。まあそうやな、ゴミ箱に自分が入れたから、あの時ミスリードでね、あの事件当初ヘビ探偵に部屋を探させたんだもんね。ゴミ箱から電磁ドリルが発見されんのを分かってて、いやーなんか普通にシナリオよく作られてる、すごい感動しちゃう。うん、先に警察が入るのは当たり前だろ。それにあのドリルは大きく重量もある。気づかれずにゴミ箱に入れるなど不可能だ。そうかな、ドクターと刑事の2人で部屋に入ったんでしょ。2人は繋がってんだからさ、みんなが死体に注目するタイミングにゴミ箱なんて、ゴミ箱愛好家でも注目しないわよ。いやその通りだな、確かにミスディレクションってやつですね。どちらにせよ大きく重量のあるドリルなのは事実だ。大雪の中、鑑識道具を持ちながらあの電磁ドリルも担いでくるなど無理な話さ。無理ではないでしょう。確かに警察の旅館到着時、ドリルを担いでいたらすぐ目につくはずだ。そんなにでかいんだ電磁ドリル。そうなのか。ブラックドクターは電磁ドリルをどのように用意した。もともと旅館内にあったんじゃないのねえ。これこそ逆転の発想でしょ。持ってくるのが難しいならもともとあったんだよ。宅配便なんてもちろん来てないしね。旅館内、うちの旅館にそんな凶器なかったはずだよ。でもヘビ従業員だって地下のこととかあんまり知らないんじゃないのねえ。地下の奥深くもっとなんかあったもんね。この旅館のどこにそんな凶器が存在したんだね。地下しかないでしょ。え、思い出す、フロントか地下のどっちか。いや違うな、フロントも違うか。フロントだったら従業員知ってるような、地下でしょ。旅館の地下に凶器があったことを示す証拠データ。あー、証拠の、あ、ドリル重機。ごめん、なんかすごい長く無言ちょっと今放送事故レベルの無言があったけど、ドリル重機の先端なんか折れてたんだよな。あそこにもともと、いやそれ無理があるか、電磁ドリルがついてたんじゃないの。ドリルはあったよね。凶器って地下にあったドリル重機。確か脱出に使おうとしたけど、ドリル先端が欠けてて脱出できなかったのよね。先端が欠けてるんだ、じゃあ凶器にならないようだ。欠けた部分が、そんなことできんのかな。俺も言ってて不安だけど、これ欠けた部分が、もうこのまま行くしかない。ドリル重機の欠けた部分が超電磁ドリルになったってことねえ。ドクターさん、最新技術には詳しいんでしょ。欠けているのは君君の頭のようだ。ドリルといえば壁を掘るもの。つまりドリル自体が壁よりも硬くなければ成立しない。そんな硬いドリル、どうやって先端だけを切り離す。無理か。無理だな。とにかく推理することで欠けてるピースを埋めていくしかないよ。難しいと分かってても前に進むしかないのか。これはセーブだな。セーブですね。
ちょっとこっからまた長くなりそうですね。一旦この辺で終わりにしようかな。いや、後半戦のボリュームすごいな。あ、ちょっと先に進みそうになっちゃいましたけど、セーブしたので一旦中断しよう。休憩しましょう。ぶっ通してやってきてるので。じゃあまた次回よろしくお願いします。ありがとうございました。